今回単純明快に言いたいのは、武器ですよね。武器に、パフォーマンスはいらないってことですよね。パフォーマンスっていうのは要は瞬殺することがメインなんで、それ以外の例えば踊りのようなまあ意味のない回したりとかですね、ヌンチャクで言うと、ブルース・リーのように、回すっていうのはあまり意味がないなってことですよね。それをやったところで誰も倒れませんし、意味がないことですよね。受けることは受けますけどね、動画的には受けますけども、でも護身術で考えた場合は、いざ武器を使うときにいちいちパフォーマンスをするかってもし問われたら、そんなことする人は、逆に瞬殺されてますよね。つまり、武器を使うときはそんな余分な動きはいらないということですよね。一撃必倒、つまり瞬殺するがための武器なんで、別に長引かせるためじゃなくてあっという間に終わらせるってことなんで、だからパフォーマンスはいらないってことですね。これだけはね、ちょっと覚えておいてほしいなと思いますね。これは自分ももヌンチャクであれ、特殊警棒であれ、アウトワードステッキであれ、どんな武器でもあっても、とにかく目指すは瞬殺ですよね。出した瞬間もう終わってるってぐらいで、これがやっぱり目標ですね。もう相手を瞬殺するっていうのがもう目標。とにかく余分なパフォーマンスはしないってことですね。別に出していちいちくるくる回すとかですね、そういうのは何も意味がないってことですよね。受けがいいだけでっていうことですね。だからもういかに倒すかってことしか考えないってことですね。だから剣でもそうですよね。パフォーマンスはいらないってことですよね。相手を切るってことだけなんで、そういうことですね。今日は以上です。これ分かる方には分かっていただけるんじゃないかと思います。多分分かんない方には分かんないでしょうね、これは意味が。とにかくそういうことですね。武器っていうのはそういうことだなって自分はいつも思ってますね。とにかく一瞬の瞬殺、もう本当に瞬殺のためのもので自分は一応考えています。以上です。ありがとうございます。